はい、今日はね、ダニエルとウィリを勝負していきます。はい、なんかこいつが練習後に、監督、僕ウィリ強くなりましたよ、みたいなことを言いやがったので、舐めた、お前。危ない、お前やるじゃねえか、お前いきなり。お前バカ野郎でも、お前こんなんでも、俺がね、いられると思うんだよ。皆さん、遅れました。こんにちは、ウンパルパです。ということで、これはクリアして、危なっ！お前なかなかやるじゃん。え？なかなかやるじゃん。こいつがね、まあ、僕がね、俺が、なんていうの？練習後のミーティングで、まあ、俺はね、最近ウィリが強くなってきたと、そろそろウィリ部も、ね、作ろうか検討していると言ったら、ね、ダニエルがなんか食いついて、それに食いついて、うわぁくっそ、今通ってほしかった。まあ、よくやったな、今、よく抑えたディリフトで。ね、なんか食いついて、監督俺なら勝てるでしょとかなんかね、舐めた発言を言ってきたので、まあ、僕が、監督である私がね、そんな甘くねえぞと、大人のね、実力、を舐めんじゃねえということで、こいつは今回勝負させていただきたいと、やばい！お前、それは、お前、それはやばい。お前、それはマジでやばい！もう、お前な、まあ、いいよ、別に、お前、いいよ、ハンデ。一点ぐらいやるよ。しゃあない。一点ぐらいあげる。お前だってな、どうぞ負けるとお前機嫌悪くなるだろう。で、お前練習集中してくんねえから。まあ、いい。とりあえず一点ぐらいあげるってところで、ムワッペ、切り返す。お前さ、お前ダニエルみたいなプレイしてんじゃねえよ、マジで。集中。うわ。お前デパイ使うのは結構渋い。あ、やばいお前やばいマジで。まあいいよ。まあいいよ。二点ぐらいいいよ。2点ぐらいやったろ、お前に。別にいい。はい、ということで、こっからだよ。こっから、まあ、こっから俺がようやくじゃあ本気出してあげようっていうところ。うん。何お前喜んでんの、お前。何監督、お前。あ、やばい。ちょっと今日やばいな。ちょっと今日不調。ちょっと今日不調ではあるけれど、まあ、そんな中でも、まあ、別にお前に負けてたら、まあ、ウィーニングイレブンをやってる身として、まあ、恥ずかしいどころか、もうありえないから、正直。やばい。OK。オッケー。お、いやお前今、撃てよロマーリオ。ダニエルみたいなプレイしてんじゃねえ。いけ中切れ。オッケー。お前さ、ルンメニギはお前チートだよ。お前何課金してんの。お前それさ、親のお小遣いってわかんねえか、お前ダニエルな。親さんが必死に頑張って働いたお金を、なんてこういう課金に使う。ねえ、ありえないでしょ、そんなの、お前。戻せ。これワンチャンオンゴールになる。あ、お前。やばいな、キーパーのやっぱバックパスってやっぱ危ないな、よくないな。前半に1点は取るよ、お前。前半に1点は取りたい。そこちゃうて。うわ。前半に1点を取れば、全然、わかんねえからな。いや、むしろ2点差でも全然わかんねえから。俺よくお前に言ってるだろ、練習中。2点差危ねえよ、つって。ね。そういうことと同じ。それをお前に見せつけてやる。2点差本当に危ないんですかとか、監督とか前言ってたけど、そんなの、ね、なんか、どうのこうのとか言ってたけど、ない、ファールないからな。うわぁ、もうガチでうざい。オンゴール2発はマジやばい。しかも、どっちも、まあ、1つ目はしゃあねえか。2つ目に関しては防げた。これ来た。これ決めたい。いやぁ、お前、ナイス！熱い！おい、お前、ダニエル、お前、どうする、これ、どうする、よし、熱い。これは熱いよ、ダニエル。おい、お前、どうせ勝てると思ってたんでしょ、ねえ。あ、やばい、終わった、積んだ。お前さ、やばい。それはやばい、入らないでしょ。もうさ、どんだけオンゴールしてた気が済むの。ガチでありえない。お前さ、どうせ仕組んでるだろう。お前、オンゴールのなんかオプションとかつけてるだろう、どうせ。こんなんうぜ。まあ、いいよ、別に。うん、全然問題ないよ、こんなの。何これ、スタッツ見て。スタッツじゃねえ。どこ見ればいいんだ、これ。ね。うん、これ見て、マッチイベントか。見て、これ。うん、オンゴール。オンゴールのハットトリックじゃねえか、お前、バーン。お前、どうせそういうオプションつけてんだろう、お前。まあいいや。はい、やるぞ、お前。まあ、2点差は、だから、さっき言ったけど、一番危ねえ点数だからな。お前、なんだ、監督弱え。お前、もう今日の練習メニューも走り。お前が今ね、その監督、案外弱いっすねっていうその言葉に対して、俺は今、ぶち切れた。もうね、これが、俺がもしもこれ負けたら今日、走り。お前、俺を気持ちよくさせろ。な。気持ちよくさせろっつってんだろ。これに、ウィレに勝ちたいか、練習メニューが軽くなりたいか、どっちがいいんだ、お前は。な。
おい、集中しろ。マジ集中しろ。あ、いい、ナイス。ロベルト・カルロスを股間に当たったところで切り替えて、で、ロマーリをつける。で、オッケー。マラドーナ取る。で、裏行く。裏行く。これ、ロマーリを切り返す。で、いや、フィンコンディション。指が今動いてなかった。うざい。ああ。まあまあ、でもまだ時間は全然あるから、お前、どうせ勝ったと思ってるんでしょ、今。お前負けてるから、負けてはないけど、全然お前、可能性あるからな、まだ。言っとくけど。ライカルドつける。で、インコジャンゼって、ダブルアイテム取って、ダブルアイテムってお前知らねえの、お前。聞け、行け。うわぁ、そこジャンゼリ切れないか。うわぁ、ガチでうざい。うわ、出た、お前。何お前、シャリついたことやってんの、お前。はい、お前も絶対今日走らす。絶対も走らす。やめてくださいよ。だったらお前負ける。オンゴールしろ。俺だって3発オンゴールしてあげたんだから。なあ、それぐらいやれよ。来た。気持ちよくなりたいんだろ、お前。なりたいんだろ、じゃねえ。来た、お前、ロマーリオ、お前、こけてんじゃねえ。お前さ、こけてんじゃねえよ、マジで。まあでも全然まだ時間ある。とりあえず早く出てほしい。お前出せ。お前出せ、早く。俺、お前さ、回線操作すんな。早く交代したから、お前出せ。裏行け。な、いや。マリオ、お前今裏行ってほしかったな、今。もうダニエルみたいじゃん、もう全部。全部お前みたい。集中。お前そろそろ1点オンゴールしろ。そうじゃねえと、お前、こんなんでお前勝ってさ、俺に勝って嬉しいの？オンゴール3発で勝って。ね、嬉しくないだろ。だったらお前俺にオンゴールしろ。いや、負けるか、それ。てか全然出ねえし、選手交代してえのに。あー、頼むから、この攻撃で、1点取り、じゃん、はい、ファール、お前さ、やばいからね、マジで。来た。マジ頼む。うわっ。さ、イエロー、まずイエロー。で、ここコーナーで、まず、1点取った後に、ちょっと待ってね。これ交代するよ。左にコマンじゃない。うわぁ、もう、ホーランド、マジか。うわぁ、マネ、左にマネで、右コマンでいいや。うわぁ、ガチか。うざい。お前、いいだろ、選手こと。早く、お前。やれ。お前、これはあれだからな。俺が、これ、同点に追いつかなかった場合、お前、走りだからな。今日の練習目に言っとくけど。頼む。うわ、うざい、無理だ。うわ、惜しかった。地味に惜しかった。いい。こっちからだったら、マラドーナ蹴れる。うわぁ、ガチでさ。オッケー、ナイス、マラドーナ。よくお前、分かってる、自分の役割を。いいんちゃう、これ。いいんちゃう？うわ。お前さ、いいんだね、今日の練習メニュー。今日じゃあもう先発ね、お前。先発か1500、お前もやるからね、お前。このまま負けたら。やばい。うわ、そこで切り返してくるか。お前なんなの？ねえ。ああ、お前フルパ押してくんの？あ、はい、お前今フルパ押しかけたね。もういい。お前も、今月1ヶ月も、あれ、もう、ずっと走りやもん、お前。ボール蹴らせない。そりゃそうでしょ、お前。監督、普通お前な、常識的に監督とやるときは、本気でやるんじゃなくて、な、ちょっとは、な、て、まあ、手加減ではねえけど、な、ちょっとは、な、監督強いっすね、とかさ、ないんか、お前。普通に当たり前のように決めてさ、お前。ああ、お前はさ、ほんまにありえないよね。そうやって。これでお前見とけ。レートがどんだけ下がるか見とけよ、お前。マジで。9も下がった。レート。9もな。今日も走り。